皆さんこんにちは、キスケです。本日はウルトラ海洋拳とこちらの変身アルティメットご飯を組み合わせて使っていこうかなと思います。まあ、この2人ね、共通して打撃封印があるんですよね。これ場に出てる時、敵が交代すると、打撃を封印すると。で、海洋拳に関しては、敵と対峙すると、打撃圧を封印してくれるということで、まあ、なかなか鬱陶しい動きができるんじゃないかなと思ってます。で、この2体に関しては宇宙サバイバル編でしっかりタグも統一されてるんで、まあ、相性もいいということで、ちょっと楽しみですね。久々に変身アルティメット使うんで、なかなか楽しめるんじゃないかなとは思うんですが、よければチャンネル登録と高評価ぜひともよろしくお願いいたします。 Twitter のリンク概要欄に貼ってるんで、よければフォローもお願いいたします。それでは PVP 回っていきましょう。さあ、マッチングしました。いきなりこういうパーティーか。めちゃくちゃ強そうやな。対戦お願いします。打撃封印効かなさそう打撃封印効かなさそう。まあでもね、変身アルティメットご飯使ってる人なんて結構珍しいと思うんで、まあ能力忘れちゃってるっていう場合は絶対あると思うんでね。打撃封印かましてやるか。お願いします。OK。 まあ危な、海洋拳を守ってれば勝てるんじゃないかなと思うんだよな。いやでもこれ出てくるっしょ、射撃どう。よしもう出てこられるぐらいやったら、あーうまい、こうした方がマシだ。ジレン三突やからな、クソ柔らかいんだよな。いや、やっぱ耐久はないよな。危な、変身しようか。毒シャーツがどっか行ってしまう。 OK、 バニシン回復、あざっす、よかった。はい、あ、そっちか、そっちか残念。びっくりマーク、まあこれ出だしやから、うん、打撃圧でも入っとったでしょ、知らんけど。うんうん、ハサス、ラッキー。さあこれライジングたまればいいけど、出てくんなよベジット。よし、ライジングラッシュ、オッケー。まあこっちでは見えてないだけで、打撃封印がじわじわ効いてることを祈ろう。おい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 、ライジング読まれて勝てるあれじゃないでしょこれ。びっくりマーク、オッケー。打撃は来ないよね、オッケー。まあ悪くないな、火力思ったより。そうか、圧が入る。ガー、うん、危ねえなよし、いいね、いいよ。あとがばきだけで勝ってる気がする。これは強い、いやー強え、マジ強え。どれか飛ぶでしょこれ。飛ばんか、あー飛ばへんか。落とせ、いや無理だよな、もったいなかったか。最速いただきます。あー速発はダメ、2回もダメですよね。いやーこれどうしよう。えい、欲張っていく。ほい、あーこれはちょっと入らない。はい、メインで見てこれ入るんじゃない。よし、あざした。さあマッチングしました。紫染めお願いします。なんか変身アルティメットご飯、思ったより火力普通に出してくれるね。悪くないと思う。
毒シャーツもね、結構使いやすいし、まあ、覚醒したらマジで強くなりそうやんな。今の宇宙サバイバル編パーティーに採用できるぐらい強くなるんじゃないかなとは思ってるんやけど。はい、あざす。いやー、出てくるかな。あ、そっちか。最悪マジかよ、ここミスんのかよ。意外と硬いっていう。あ、違うか、相手がブロリーやからか。いやー、さよなら。入る。オッケー。ジレンも強いよ。出てくんな、出てくんな。よし運ゲーかよまあでもカボチェンはしょうがないよな。さあ残り2体どうする。はい、入りそう。襲撃発変身マジでかっこいいと思うわ。最悪ちょっと早かった。うーん、ラッキー。なんだ対戦ありがとうございました。ありがとうございます。さあマッチングしました。強大な敵かな。対戦お願いします。まあちょっと射撃タイプが多いから打撃封印があんまり効かんかもしれんけど、じわじわ効いてることを祈って。結構うざいと思うんだよな打撃封印されたら。だからザマスで殴られたらアルハン出して、で相手がキャラチェンしたら打撃が封印されてっていう使い方もできるね。対戦お願いします。さあ紫2枚は海洋圏厳しいんじゃないか。どうだ、単発は入らない。あっぶね、マジかよ、やめてくれや最悪、もうヤンキーザファイナル打撃封印効く打撃封印がめちゃくちゃ効いてら。はい、まあ、特殊アーツ入れてっていう感じ。無理か、気力回復は一応あるけど。入る。さあ必殺アーツ結構入りそう。ダーン、まあ、そんなやな。さらにまた打撃封印とこりゃうぜえぞこれはうざいぞアーマー多分待っとったよねこれ。残念、ないんです打撃圧が。落ちた、ナイス。でこれ半身崩壊ザマス出てきたらまた打撃封印でしょマジクソうざそう打撃封印。タックルしても打撃で返されることないっていうのがマジで一番いいわ。はい、OK。さあ一応ライジング溜まったけど、ドーンだよ。出てくる、あ出てこない。はい、出てこへんのこれ出てくるか。オッケーオッケー。まあ多分ライジングに合わせて出したかったとは思うんやけど、これまた打撃封印、打撃封印、打撃封印から射撃ぶっぱできるマジ強えあざした。さあマッチングしました。未来パーティー対戦お願いします。こりゃ打撃封印がいいわ。うん、たまらん。射撃アーマー持ってるキャラクターに
中距離射撃すんのマジでたまんねえ。まあ前3体もしくは緑がどっかに入ってくるって感じやろうね。 OK 対戦お願いします。さて開幕どうしよっかな。いい試合になりそうだな。はいはい、うん、マジかよ、死んでまうぞこれおい死ぬぞ、死なない、間に合わないか、ラッキーこれはラッキーやね。いいから行く、マジ強え。いやマジか、ただ特殊圧を挟んだことによってめっちゃ見てくれ、めっちゃ見てくれ。はい、打撃来い、ナイス。あ、カバちゃんは出てこへんか。さあライジング溜まったけど出てこない。いいね、よし我慢できへんかったか。あ、そのまま落ちんねや。いやマジかよ、うまくいかんな。やっぱ合わせて、はいはい、あーうまい。どないしよっかな、さすがに死なないと思います、有利属性やしね。いくら三突とはいえ耐えろよ。よし怖っ、ギリチョンやん、危ねえな。で、はい、ラッキー。よし。さあ、どうする？おお、捨てていく。ただ、これは、打撃封印しといて、安全にね、ちょっと立ち回っていこう。はい。おい、悪くないな。これはもう究極圧で落とそう。だどっち交代してもおじゃんって感じ。はい、あれここで、えどっちこれどっちかわかんねえ。切断された今、切断されたのかな。まあいっか、どっちにしろ勝ちでしょこれ。最悪、入れよし、対戦ありがとうございました強さこそ絶対、そこに感情など不要。はい、皆さんお疲れ様でした。本日は変身アルティメットご飯と、ウルトラ海洋剣国、組み合わせて使ってみたんですけど、いかがだったでしょうか。まあ、やっぱり今の環境でもなくてもか、まあ、いつの環境でも打撃圧封印されたらやっぱ厄介でしょうね。うん、相手にしたくない組み合わせなんじゃないかなとは思いましたね。で、思ったより変身アルハンがそこそこ火力出してくれたっていうのがちょっと意外だったかなっていう、うん、感じでしたね。はい、ということで、よければチャンネル登録と高評価ぜひともよろしくお願いいたします。 Twitter のリンク概要欄に貼ってるんで、フォローもぜひよろしくお願いします。それでは良きドラゴンボールライフを。バイバイ。